11月1日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今一番気になる話題は、このオンエア直前に、はい、放送されていた、ナイツさんの番組で、なんかナイツさんの番組で、あの韓国ドラマでネットフリックス発で全世界的にヒットしているイカゲームの話題をしたところ、ネットフリックスから緑のジャージが送られてきたという情報が、ね、本番直前にオンエアされておりまして、はいはい、ちょっと待てと、ね、この番組でも何回かイカゲームは取り上げたよな。あ、そうそう。だけど未だにジャージの1枚も届く気配もない。緑のジャージ、どういうことなんだこれは。もうないですね。ネットフリックスはどういう選別の仕方をしてるんだと思ってですね、ネットフリックスが送ってくれないんなら、これはハロウィン用のコスチューム買おうかと思って、よく考えたらハロウィンは昨日で済んでいたという。そうですよ、終わってますよ。もう今更買ってもしょうがないまあでもところがね、ネットで検索するとですね、イカゲームっていう、ドラマがあってですね、面白かった。そうですね、簡単に、ネタバレしない程度にあらすじを言うとですね、何百人かが賞金目指して頑張るっていう。どうですかこれ。ざっくりですけど当たってます。大丈夫ですね。OK、目指して頑張る。それで、主人公が、はい、選ばれた順に、参加した順に背番号みたいなやつつけられるんですね。で、ここまではいいだろう、ネタバレなんだけど、主人公が456番なんですよ。で、456番。で、456番の番号をつけた、緑のジャージの上下なのね。白い T シャツかな、白い T シャツに緑の上下みたいな感じですね。その緑の上下の T シャツを、ネットで、ネットフリックスが送ってくれないんなら、買ってやるぞ、アマゾンでと思って、検索したら、いっぱい出てますね。そうです。一番安いやつが1900円かな。平均価格帯がだいたい3000円前後ですね。結構。3000円前後で上下、揃いなんです。上下なんです。私ね、近所今走るときに、今から35年ぐらい前に、なんか、当時勤めていたテレビ局のスポーツ番組で支給された真っ赤な上下のジャージがあるんですよ。真っ赤な上下のジャージに、赤い運動靴ってのがあって、この真っ赤な上下のジャージで、赤い運動靴で近所を走ってるんですが、これが結構地元で話題になっててですね、辛坊さんまたあの真っ赤なジャージで走ってるとか。来たわよ、辛坊さんよって言われて。そうそうそう。今ほら、コロナだからマスクしてますね。で、マスク、走ってる時マスクもしんどいこともあって、顔全体、日焼けするのもあれなんで、顔全体覆うような、マスク状の筒状のですね、ネックウォーマーみたいなやつを縦に伸ばすようなのが、はい、結構何本もあるんで、それでもうほとんどね、銀行強盗のように顔隠して走ってんだけど、それでも辛坊さんが真っ赤な上下のジャージで走ってたって話題になるんですが、もうちょっと赤い上下のジャージで走ってると私だとバレバレなんで、このネットでイカゲームの緑のジャージの上下を買って、この456番のゼッケンをつけて近所を走ってやろうかと。いいじゃないですか。どうでしょうか。いいと思いますよ。で、奥さんに赤い方を譲ったら二人でクリスマスが走ってるみたいになってますます目立ちますからね。バカにするとか。いや、そうなんです。それがね、はいはい、うちのかみさんのね、ダイエットも考えて、結構かみさんと一緒に走ることも多いんですけども、はい、それなのに、俺は自分が走りたいわけじゃなくて、うちのかみさんの健康のためにと思って、一緒に走ってんですよ、ね。かなり無理して走ってんですよ。今日なんかちょっと夕方から用があるから、昼しか時間がないなんて、昼間は炎天下で、日光も強いし、走るの嫌だなと思っても、そういういきさつがあるもんですから、走りに無理していくわけですよ。ところがですね、私が上下真っ赤で、靴まで赤くて走ってるとですね、ふっと振り返るとですね、20メーターぐらい離れてて、なんでそんなに離れてんのって。で、わざとこっちもペースを落として、ね、同じペースで走ろうと思うと、それでもずっと20メーター後ろなんですよ。どういうことだ。だって、なんか一緒に走ってて、知り合いだと思われるのは嫌だとか。ひどいわ本当に。そろそろ買い時ですね、そしたらね。じゃあ緑の上下のジャージ、ここで言っちゃったらどうかな。
またそうですね、辛坊さんが変えたわよって。でもね、つくづくね、なんかこう意図して狙ってやるのは外れますね。つくづく思いましたね。昨日選挙でしたよね、はいはい、で今日あたりですね、よし、そろそろ東京スポーツに、ネタにしてもらおうと思って、わざわざ東京スポーツ向きに、はい、向けにそれを意識して、ツイッターに書き込んでるのに、何にも意識してなくて、なんか単にその周りの風景みたいなことを見ながらふっと思いついたことをペペッとツイートするとですね、スポーツ新聞とかが食いついて結構ネットでニュースになったりするんですね、はいはい、今日なんか私はわざわざですよ、ね、スポーツ新聞等々に話題にしてもらおうと思って、はい、もうそれに向けてツイートしてるのに、プンプンにおう、どこも一行も書かないやっぱりあれだよね、ニュース作ってる側もその見え見えの、明らかにこれはネットでなんか書いてほしそうな匂いがすると書いてくんないんだ、拾わないんですね、なんか根性悪いよねみんなそういう話じゃない、そうですね、そうですか、でネットフリックスだよ、はい、ネットフリックス納得いかないのはさ、ナイツさんでどんな取り上げ方知らないしたか知らないけれども、あちらには緑のジャージだろ、こっちこの番組でネットフリックスの全裸監督っていう、はい、これも世界的にヒットしたドラマで、はい、そうそう、原作者の本橋信弘くんが私の高校時代の同級生で、はい、川越高校3年 B 組だったんですよ、はい、その3年 B 組同級生のですね、本橋信弘くんまで何回もここへ呼んで、ネットフリックスの全裸監督の宣伝し、はい、宣伝してるわけじゃないけど、まあ取り上げてるのに、まあね、あ、でもね、しんぼさんがいらっしゃらない時だ、本橋さんいらした時に差し入れの全裸監督のポテトチップスみたいなのとかね、全裸監督のポテトチップス全裸監督のポテトチップスってどんなポテトチップス、ね、カードが入ってパンツの詰め合わせとかさ、なんかカードが出てくるんですよ、その袋の中からね、何のカードが誰が出てくる、全裸監督の登場人物の、そうですか、やっぱり絶対受けるのはね、全裸監督は売りは、あれは村西徹監督の、まあ要するに一代記というか伝記ですよね、伝記ですよね、だから村西徹監督というと有名なのは BVD っていうアメリカかな、なんかパンツメーカーのブリーフですね、白いブリーフ、これが売りじゃないですか、白いブリーフぐらい送ってこんかと、ネットフリックスは欲しいんですかそれ。いやでもね、ブリーフはやめてほしいんだ、うん、今これ先週先々週ぐらいにこの番組で話題にしましたけれども、はい、まあちょっと今寒くなってきてますから、ね、家でもパンツの上に物を履いてることが頻度としては増えてきてますけれども、うん、まあ室内が暖かい時はいまだにパンツに T シャツなんですよ、はい、このパンツも何度も申し上げているように、うん、ブリーフではなくてジョギパンに見えるボクサー型のトランクスなので、うん、ちょっと家から5メートルぐらい、ね、自宅の敷地内ですから、ね、それ道へ出ちゃうとあれですけど、自宅の敷地内だから近所に人がいないことを見計らって玄関から全力疾走で新聞受けまで走っていってパンツ1枚で取って帰るということがあって、その時にまあ、自分なりの言い訳としては、これはジョギパン、ジョギパン、ジョギパンをたまたま今パンツに履いてるだけだというのがあるんですけども、これブリーフはまずいですよね、やっぱり。まずいですよ、もう。ブリーフはまずい。あんたって辛坊治郎なんですから、一応あんまり間抜けなことしちゃうとね、今後のね、発言に信憑性なくなっちゃいますからね。いいな、僕、別に。よくないです。ブリーフか。まあ、そんなこんなで、はいはい、今日は選挙の話題でしょ。そうですよ、でやっと喋れるようになりましたからね。そうです、長い間我慢してきたけど、おかしいでしょ、やっと喋れるようになったって。うん、なんだこの国は、はい、じゃあぼちぼちいきますか。思う存分喋ってくださいね、はいはい、ではまずそれにしても今回ね、何ですか今回ね、ええ、昨日、まあ、各局の久々ですよ、はい、私衆議院選挙の時に多分家でテレビで開票特番見てたのは本当久しぶりかもしれないです。ご出演されてますもんね、必ずね。そうだけどね、もう正直俺開票特番ってね、はい、何が嫌かってね、はい、感想を求められるじゃないですか、当然のことながらコメンテーターって、コメンテーターって感想を求められるんだけど、その感想を求めるベースになってるのが、はい、出口調査なんですよ、はい、ちょっとね、うん、歴史的いきさつがあって、うん、昔は出口調査なんかやって、まあやってないこともないんだけど、やっててもそれを中心に番組作ってなかったのね、昔はまあいかに早く当選確実を他局に先駆けて打つかっていうのを勝負してたんですよ、はい、ところがですね、1990年代に当選確実の打ち間違えっていうのがもう各局えらいことになって、はいはい、ある、確かね、九州の選挙区だと思いますけれども、全局が当選確実打った候補が、
一番最後に逆転してひっくり返ったのね。昨日の選挙でも佐賀の原口和弘さんかな、あの人最終的に百何十票かで当選してますから、ギリギリになって、もうギリギリになるともうそんなもん分かんないわけですよ、で全局当選確実打った人間が怒って、で当時放送局の幹部がですね、旧郵政省だから今で総務省に呼びつけられて、はい、各局さんこれ当選確実の打ち間違いは放送法第4条、報道は事実を曲げないですることという放送違反の可能性がありますよと、今度からこんなことしたらあんたたちただじゃ済まないからねって言って、総務省の若い役人にですね、各局の社長が呼びつけられて、どやされてですね、で各局の社長は局に帰ってきて、選挙担当者に、おい、次の選挙でな、当選確実の打ち間違いやったらな、クビだから、飛ばすからみたいなこと、それで各局当選確実の打ち間違いっていうか、当選確実打つ競争をやめちゃったんですよ。で当選確実打つ競争をやめちゃった代わりに何をしたかというと、各局何で争い始めたかというと、当選確実に関してはそのお達しが出てからできるだけゆっくり打つと、他局が打って後でうちは様子見てから、様子見てから、NHK が当選確実打ってうちも打って、で間違えた場合、NHK だって間違ってるもんとか言い逃れができるじゃないですか。一番手にはならないと。一番手にはならない。で当選確実の打ち間違いをこう、絶対ダメっていうことになって、じゃあどうするかというと、出口調査に基づく獲得議席予想っていうのは、これもはっきり予想っていうわけですよ。でこれは予想ですから、違うこともありますよっていうニュアンスで予想なんですね。で今各局午後8時に投票が締め切られた瞬間に、出口調査と世論調査に基づく、各党議席獲得議席数予想ドーンと出るじゃないですか、昨日の軒並み大外れ。そうでしたっけ？もう俺こんだけ外れた選挙見たことないレベル、はいはいはい、ちょっと後で選挙のコーナーで詳しくやりますけれども、こんなに外れたケースは過去ないというぐらいの外れ方してんですよ、でさっきの話に戻りますけど、私まあ今回久々にその選挙外れたんですけど、選挙やってる時何がストレスだったかというと、各局の出口調査に基づく結果が8時に出て、その結果に基づいて、自民党が233の過半数はあれと、立憲民主党140大躍進というのが、出てます、まあ、昨日の例で言うとね、これについてコメントしてくださいみたいなことになるわけですよ、はい、で私ははっきり言ってそれでも開き直ってですね、いやそれお宅の局の出口調査に基づくもので、確定した数字じゃないですから、それに対してコメントはできませんよって私なら言いますけど、でも一般的にはそういうわけにいかないんですよ。ね、そう聞かれたら、はい、うちの出口調査、信じないんですかみたいな話で、うちの出口調査では自民党は230議席で過半数割れてんですよ。立憲民主は140の大躍進なんですよ。これについてコメントって求められたら、やっぱ自民党はやっぱり安倍菅政権のやっぱりマイナスイメージを引きずってとかってね、立憲民主はやっぱり共産党との選挙協力が実に功を奏してみたいなことを、まあもっともらしく喋るわけですよ。ところがその後開票がこう進んできて、昨日の例で言うと、最終的に自民党は261の絶対安定多数獲得して、立憲民主に至っては96かなんかの大惨敗ですよ。そうした時に、さっきのコメントは何だったんだと。ね、いや、でも俺そう思ってないけど、その結果に基づいてコメントしろって言うから俺は言っただけでさ、みたいな。だからそれがね、すっごいストレスなんです。はいはい、昨日なんか、だから一番最初出口調査出た時に、まあ各局ね、自民党の獲得議席数って230台のところが多かったんですよ、特にね NHK ってね、自民党の獲得議席数を212から253、他のところは一応ね、もうどうせ予測だからえいやって言って240とか出すわけですが、NHK は伝統的にですね、慎重で、ここからここまでの間ですよっていう非常に卑怯なことをするわけですね。で昨日 NHK は自民党の最終的な獲得議席を212、少なければ212、一番多くても253、その間41議席の幅があるんです、ね、中心ラインは230
233っていうちょうど過半数ラインが、233が過半数ラインで、はい、これが中心ラインなんですが、ここを中心として前後20、20、212から253っていうふうに NHK は8時の瞬間にドーンと打ったんです、はいはい、で今までねこの範囲から外れるなんてことはまずなかったんですよ。ああ、だいたいこのところが昨日、はいはい、結局261でしょ、だから NHK が予想した40の幅を持ってる獲得予想議席の最大の253よりもさらに8議席多かったっていう。超えちゃってるんだ。こんなに外れたケースは私ね、過去記憶にない。なんで外れたのって話をね、なんでちょっと今日明日選挙の専門家がいらっしゃいますから、はい、うん、まあその人たちのせいじゃないですけど、うん、ギリギリ詰めてみようと。まあでもね、伺っていきましょう、ね、だからね、そういう結果を各局出してきて、それに基づいてコメントして、なんかもう下り顔でほら、まあ自民がここまで負けたのはおいおいちょっと3時間後においちょっと待てと、 あれ出演者もおいちょっと待てって言いたいね、お前んとこがそういう結果出すから俺はさっきのコメントしたんで取り消させてくれと。でももう言っちゃったもの取り消せないんですから、テレビ見てる人はバカだなこいつと思うわけで、なるほど、出演される方のご苦労がね、だからね、うん、あの選挙の開票番組のねコメンテーターぐらい辛いものないですよ。だからあの明らかにもう出ちゃった結果が揺るぎないもので、それに対してならどんな適当なこと言ったって、まあ、あのシンクロできるんですけど、その前提が違ってきちゃったら、さっきの発言は何なんだって。そうですね、はい、昨日飯田君特番、そうです、よく頑張りました、はい、頑張りましたよ、頑張りました、はいはい、しっかりとお送りしていました、はい、ぼちぼち参りましょう、はい、株と為替です。今日の東京株式市場、日経平均株価大幅に続伸しました。先週の金曜日に比べて754円39銭高い 29,647円8銭でした、まあ、こちら昨日の投開票の衆議院選挙で自民党が絶対安定多数を確保したことで経済対策への期待も高まりまして、幅広い銘柄に買いが入りました。また為替相場は現在1ドル114円20銭付近で取引されています。さあズームそこまで言うか、この後はズームフラッシュ、4時台にはジャーナリストの田崎史郎さんに昨日の衆院選について伺います。番組ではあなたからのご意見もお待ちしております。メールはzoom@1242.com zoom@1242.com ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、ズームオンミュージックリクエスト、あなたが聞きたいリクエストソングもお待ちしております。ズームそこまで言うか、この後は週末のニュースにズームします。ズームそこまで言うか、まずは先週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。先月の29日に発表された9月の有効求人倍率は 1.16 倍で、前の月より 0.02 ポイント上昇しました。また9月の完全失業率は3ヶ月連続で 2.8% となりました。男性が前の月から 0.2 ポイント下がった一方、女性は 0.1 ポイント上がりました。北海道函館市で30日、衆議院選挙の期日前投票の会場で、選挙権のない12歳の男の子が投票していたことが分かりました。男の子は体調不良で投票に来られなかった母親の入場券で、父親とともに受付を済ませ、小選挙区の投票をしたということです。その後、比例代表と国民審査の投票で、現場の担当者らが違和感を覚え、投票用紙を渡すのをやめました。男の子が投票した小選挙区の投票用紙は有効票となりました。IT 大手 Google の日本法人が福岡に拠点を設ける方向で調整していることが、関係者への取材で明らかになったと、毎日新聞や西日本新聞が報じました。すでに東京に拠点はありますが、大規模災害に備えたリスク分散の狙いがあります。政府は大規模イベントに求めていた1万人の観客数の上限を今日から解除しました。昨日行われた衆議院選挙は、自民党が絶対安定多数の261議席を獲得しました。野党は立憲民主党が選挙前の議席を下回る一方、
日本維新の会は大きく躍進しました。また当選者の平均年齢は 55.5 歳で、前回の 54.7 歳から上昇しました。最年長は自民党の二階前幹事長の82歳、最年少は立憲民主党の馬場雄貴氏の29歳でした。女性の比率は 9.7% となり、前回から 0.4 ポイント下がりました。そこまで言うか。いかん。いらんこと言おうと思えばいくらでも言えるな、このネタ。全部。そうです。いらんこと第1号。はい。選挙ね、まあ、選挙はあの4時台に田崎さんいらっしゃってから詳しくやりますけれども、ね、いやちょっとやっぱりね、地元なんでね、辻元清美さんが落ちたのはね、はい、何回も私あそこの選挙区取材に入ってんですよ、はいはいはい、ほんでやっぱりね、辻元さんって地元 の、 あの住民の人たち にしてみりゃね、清美ちゃん清美ちゃんっていうのが近所の子みたいな感じなんです。近所の子みたいな感じで応援してくれるので、うん、まあ、あの思想性を乗り越えて選挙ではみんな票をくれるんで、もう盤石っていうようなイメージを持ってる、うん、私は選挙区だったんですが、はい、今回あの復活当選もできなかったということで、これはかなり驚きましたね、うん、まあ、いろいろ敗因もあるでしょうけどね、うん、やっぱ最後決定的だったのはね、うん、ヤマタフさん応援演説に呼んじゃダメだろ、それは。ちょっとね、びっくりしましたけど。辻元さんって、あの、立憲民主の中でも、はい、もともと、社民党から来たぐらい、左派色の強い、はい、かなり左派色の強い人で、うん、で、その地元になってる大阪の高槻ってあたりも、まあ、リベラルな、思想性の人がかなり多いんですね。うん、まあ、だからこそ、まあ、辻元さんは、あの、地元出身の地元の姉ちゃんっていう応援プラス、うん、その思想的な背景もあったんですが、うん、まあ、でも山田夫さんといえば山田夫、山田夫、山崎拓さん、あ、山田夫と別名言うんですけどね。あ、そうなんですか。タフなんです。そうなんですか。いろいろタフなんで、まあ、通称山田夫と言うんですけど、あ、山田夫さんにですね、呼んじゃったらですね、あの、まあ、自民支持層は花から辻元さんに入れないでしょうけど、もともと辻元さんを支持していたかなり左派色のリベラル色の強い人たちは、清美ちゃんの上に山田夫入ってんのみたいな。ちょっとね、そうなりますよね。だからなんでそんなことになっちゃったかっていうと、やっぱ終盤相当維新が来てるっていうので、焦ったんだろうね。っていうのはね、まあ、私地元で、私本当の地元は大阪11区って言って、川挟んだ対岸の枚方の方なんですけど、はい、この大阪11区もですよ、自民党が佐藤ゆかりさん、これまあ典型的な落下さん候補、うん、でまあちょっと多分地元とのつながりの薄い人ではあったんですね、うん、でもう一人あの平野さんっていう、これは民主党政権の時の文部大臣からなんかやったぐらいな重鎮なんですけど、はい、うんうんうん、この人がね、まあやっぱりちょっとなんで落っこちゃったかというとですね、まあ、もともとやっぱ京阪沿線っていうのはパナソニックロースの強いところなんですが、うんうん、そのパナソニックロース自体のもう力が一時ほどなくなってるっていうことがあるんですね。で、まあ、もともと地元の市長だった人が今回維新から出て当選しましたけど、で、それぞれ一つ一つの選挙区見ていくとね、うん、今回面白いし、俺、今回の選挙結果だけで3時間は喋れるな。あら、まず特別番組ですかね。はい、ズームフラッシュでした。終わりかよ11月1日月曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と日本放送増山さやかでお送りしています。さあ、ズームそこまで言うか、はい、メールをご紹介していきます。ありがとうございます。千葉県白井市の彦太郎さん、はいはい、辛坊さん、先ほどパンツの話をしていましたが、パンツは何枚くらい持っていますかって、どこでもいいんですけど。パンツな、はい、あのね、うん、パンツ、まあ、定期的に捨てますよね。まあ、そうですね。定期的に捨てるんですけど、はい、それ私計画的に過去10年ぐらい定期的に捨ててたんです。なぜかというと、うん、太平洋横断に行くことをもうだいぶ前に決めてました。で、太平洋横断の時に前回紙パンツで行って、はいはい、それが救助された時に溶けかけてて、うん、大切なところがよくビデオを見ると映ってるって話になって、後ろ姿ね、結構微妙な騒動になったんで、ね、紙パンツはやめて、リアルな布パンツで今度は行きたいと、うんうん、で、頻繁に履き替えるということを想定した時に、それなりに枚数がいるので、うん、で、更新時期に古いパンツを捨てるんじゃなくて、はい、洗濯をして保存をしておいて、はい、うん、でそれをヨットに積んでたんです。
だから今回太平洋断するに際して何十枚ものパンツが船に乗っかってたんです。古いパンツが。でそれをまあ特会引っかえこう行って向こうへ着きました。で向こうでコインランドリーで洗いました。帰り特会引っかえして帰ってきました。で着いてる状況で、着いた状況ではその何十枚もの古いパンツがこうあるわけですよ。それをですねもう一遍洗濯、そこの場で捨てりゃよかったんだけど、また次行く時もパンツいるよなと思ったんで洗濯したんです。で洗濯したやつを上がってきたやつを見たら、今履いている現役世代のパンツよりも綺麗なのが何枚もあるんです。これ結構なんかあるあるでありません？なんか昔捨てた T シャツをなんかのはずみに引っ張り出してきたら、今着てるやつより綺麗じゃんこれ、意外といけるって、ね、思わず着てしまうという。だからね、今私大量のパンツを持ってるんです。ちょっとまた着々と何か計画を練ってるということですか。だからね、1月ぐらいはね洗濯しなくてもパンツは大丈夫です、はい、そうですか、はい、ありがとうございます。もう続いて静岡県静岡市の失礼しました清水の正樹さん、私は選挙権を持って33年経ちますが、はい、一度も出口調査を受けたことなんかありません。なるほど。出口調査ってどうやって確定させるんでしょうか。出口調査はやってます。でやってるところに私は実際まあ立ち会ったこともありますし、自分の投票所に、他局ですけど、私が勤めてたのと違う局の出口調査が来てるのも知ってます。ただしね、今回ブレが大きかったのはやっぱりね、あの出口調査の調査員の質によって精度が全然変わってくるんですよ。そういうもんですか。というのは、つまりその地域における人口バランスっていうのがまずあるわけですね、人口バランスとその地域における投票する年代層のバランスっていうのがあるんです、その地域における投票する年代層のバランスに沿ったサンプルを拾ってこないと間違えちゃうんです、ね、そうするとまあ大体、ね、20代の人は大体まあ例えば仮によ、全投票数の1割ぐらいだったとしますよ毎回ね、そうするとね、出口調査であなた誰に入れましたって聞くときに、あの20代も入ってないと困るわけですよ。そうですね。ところがね、答えてくんないんです。答えてくんないとどうするかというと、少ないサンプルしか得られないですよね、それを人口バランスに応じて修正かけるわけですよ、何倍する。だから少ないものが拡大されちゃうことがあるのと、それからね、これも私も経験的に知ってますけれども、ある政党の支持者の人たちはその政党を支持してるっていうのを言いたがらないっていう傾向があるんですね、まあ、とある政党、とある政党にしときましょう、そうすると、まあ、出てきたデータがありますね、そうするととある政党の数字だけその生数字は低いわけですよ。で過去の投票行動を照らし合わせてそれにまあ条率をかけて修正するんですが、ところがこれがね、あんまり今回のケースは正確に各局出なかった理由は、生数字で間違ったのか、修正かけた時に間違ったのか分かんないけど、でもどっかになんか大きな底があったんでしょうね。だからまあ調べてることは調べてます。だけど、全員調べてるわけじゃないので、まあだから本当にサンプルなんです。で私もある時に、こんなちょっとのサンプルで分かるんですかって担当者に聞いたら、その人が真面目な顔で、辛坊さん、ちょっと聞くけどいいですか、辛坊さんは味噌汁の味を見るのに全部飲まなきゃ分かりませんかっていうから、いやちょっとで分かります、同じです、いや同じかなと思うんだけど、そう言われて丸め込まれたことありますけどね丸め込まれちゃう、はい、まあ、あの統計なんてそんなもんです、はい、一定の誤差はありますが、今回はまあその誤差から外れてたという非常に珍しいケースです、はい、あ、これもちょっといけるかな。千葉県のプチさん、辛坊さんは今回の選挙は珍しくお家で見ていたということですが、この人の解説うまいなとか、候補者へのインタビューがうまいなと思ったキャスターやインタビュアーっていますかと。あー、手の内が分かってるだけにね、あの、いや俺がキャスターだったらこの聞き方はしないなとかはありますよ。でそれこう聞いたら、あの世間受けはいいだろうなと思うけれども、自分のプライドからはそんなこと聞かないっていう、もう、まあ、明らかに世論向けの質問みたいなやつがあるわけですよ、はい、こんなこと聞いたらとりあえず相手が困って、世論が、あのネット民が喜んで、スポーツ新聞が書いてくれる、褒めてくれるよなっていうような質問もこれ明らかにあるわけですよ。誰とは言いませんけど、
れども、まあ割と有名な大物系の方にそういう方が多いんですけども、でも俺はや、それは自分のプライド上それはできないと、それ聞いたらそれあの一部に受けはいいかもしれないけれども、そんなこと聞いて意味ねえだろっていうような、なんかもう明らかに上げ足取るための質問みたいなこともありますし、そこがなかなかねバランス今度難しい。自分の精神のバランスと質問のバランスと聞くべきことと、これ全部調和させなきゃいけないんで、それがだから私がねもう無理だと思ったのは、その調和がだんだん取れなくなってくるんですよ。ああそうですか。そうなんです。もうダメですね、はい、ああでもそういう戦いというかね、ご苦労があるんですね。でそのね、でもう花からあんまり信じてもいない出口調査に基づく結果について、結果に基づいて何か喋るって、いやその結果間違ってたらどうすんだよって話だけど、そうすると、うん、うちの局の結果を信じないのかとかって言われちゃうわけですよ、うん、大変ですね。大変ですな。だけどそれもね、あのお金のためだと思うやね、うん、あの現役世代の皆さんはよく頑張ってて偉いなとか思いますけど、あいろんな思いを馳せて見ていたわけですね。そうだからそれ別に食うに困んないとなったらダメですね、うん、人間下品になってね。あ本当につくづくそう思います、はい、だから本性が出ますね、食うに困らなくなると。あ食うに困ってる時には、うん、とにかく何でも一生懸命仕事しようとか思うじゃない、うん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 、別に食うに困らないし、うん、年金だけで食えるしとか思ったらさ、うん、そうですね。食うに困らなくて太平洋なんか行って帰ってくるともう本当に自由ですもんね。怖いもんないしね。あらさあメールはズームアットマーク 1242.com、ツイッターはイカゲームの招待状が来てるぞ。そうなんですよ、辛坊さんがほら放送で言ったからちゃんとこの今丸三角四角のそうカードが名刺が届きました。届きましたよ。これ何、俺にゲームに参加しろってのそうですよ、命かけて戦ってください。賞金50億ぐらいだからな、はい、50億円ぐらいだから、あの行っちゃおうかな。田崎さんお待ちなんで、あそうですね、早く進めろ。ジャーナリストの田崎史郎さんは目の前にテレビに映ってたはずなのにもういらっしゃる。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間お迎えするのはこの方です。衆議院選挙自民党が単独過半数を獲得。昨日投開票が行われた衆議院選挙、自民党は選挙前の276議席から減らしたものの、単独で国会を安定的に運営するためのいわゆる絶対安定多数の261議席を確保しました。また日本維新の会は選挙前の4倍近い議席を獲得し第3党に躍進しました。投票率は 55.93% で、前回2017年の衆議院選挙の 53.68% を上回りました。さあこの時間はジャーナリストの田崎史郎さんに衆院選分析してもらいます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、ご存知ない方いらっしゃらないと思いますが、まあ、ざっと結果だけ見ておきますと、定数465をめぐって争われた昨日の衆議院選挙ですが、自民党が261、いわゆる安定、過半数、絶対安定過半数、安定過半数、まあ、要するに17ある常任委員会の委員長ポストを全部自民党で取って、なおかつ委員会がキャスティングボートを使わなくても過半数取れるというこの絶対安定過半数を261、取りました。で公明が32、で増えてます。立憲民主が96ということで、改選議席を14ぐらい下回ったのかな、14ぐらい下回って、で共産も2人減らしてます。で維新が41ということで、ものすごい勢いで増えてますね。で、国民民主が11、令和が3、社民が1と、まあ、そういう結果になりました。さて総括してください、田崎さん。うん、これね、無風だったんですよ。どこの政党にも風が吹かなかった。はい、で、やっぱり議員の局面では、やっぱ各政党の自力が出た選挙だなと思いました。なるほど。で、自民党はね、8時台にこう一斉に出口調査に基づく予測を出すんですけれども、テレビ局は。はい、で、NHK の数字が213から253という、ね、はいはいはい、幅のある数字だったんですが、その上限をも突破した261、これにはちょっと驚きましたよね。
でまた民放も軒並み大体230台っていうところが多かったんですが、そうですそうです、まあそれも見事に全部外れるという。そうです。で立憲民主も100を下回るって出してたところは一つもないですから、 NHK がね99から141って出したんですね。まあ、それよりも下、それよりも下回ったという、ね、これはどうなんですか。自民も15は減ってます。立民は14減ってます、減ってる数でいうと自民も立民も同じぐらいなんですが、印象としては、なんか自民が踏みとどまって立民大惨敗っていう印象ですよね。そうですね、その通りですね。あの自民党は、まあ、単独過半数取れれば、つまり233ぐらい取れればいいなと、合格点だなと思われたのが261まで来ましたんで、これはまあ勝利です。これ立民がここまで下げたのは何なんですかね。これはね、あの、比例代表の得票数が少ないんですよ、はい。で、あの、2017年、4年前の時に、あの、当時立憲民主党と希望の党と合わせて比例代表での得票は2000万票あったんですね。はいはいはい。今回はそれより減って、立憲と、あの、国民新党を足しても、1700万票しか出てないんですよ。なるほど。で、あの、小選挙区では、あの、一本化効果が確かにあったんですけれども、比例代表ではおそらく立憲と共産党が組んだことがマイナスになって働いたんじゃないかと思われます。どうですかね。プラスマイナスでいうと立民と共産党の選挙協力ってどうだったんでしょうか。あの小選挙区ではあのプラス効果、で比例代表ではマイナス、来年の、はい、どうぞ。でだからちょっとこの一本化すればかなり当選者数増えるだろうと、20増える30増える、いや40ぐらい増えると、非常に楽観論が多かったんですね、はい。それはマスコミの報道でもそうなんです、しかしそれがかえってマイナスになってしまう、はい。これは大きいと思いますね。来年の参議院どうするんでしょうね。でまずこれは枝野さんと枝野代表と福山幹事長が身体問題について明日表明すると言われてるんで、お二人がまあ身体問題、まあ、辞任になるんじゃないかなって気がするんですけれども。辞任しますか。僕は辞任にいたずらを得ない。立民が辞任で、共産も議席を減らしてるわけで、共産党はもう20何年C3 体制 で、それは揺るがないと思うんですけれども、僕は枝野さんがねこれ責任取らざるを得ないなと。こういう時共産党もね、あのトップが責任取って変わるようじゃないとなかなかイメージ変わらないだろうっていう気がするんですけどね。だ枝野さんがね、あの公示前の日本記者クラブでの会見で、はい、あの橋本五郎さんから、いつ立憲民主党の支持率伸びてませんねって突っ込まれた時、あのそのマスコミの世論調査による支持率ではなくて、実際に有権者 の投票結果を見てほしいっていうふうに見え切ったんですよ、はいはい。で投票結果を見た結果、あ減ったじゃないのと、いうことになるわけですね。だからこれはやっぱり責任問題にならざるを得ないんだろうと。ただね、責任問題って言っても、はい、立憲民主の成り立ちからすると、はい、もともと、まあ、旧民主党系の民主党の流れを組む政党が分裂してですよ、はい。それで、まあ、いわゆるその旧民主党系の左派グループが行き場をなくして、はい、選挙直前にもうそれそのまんまだったら全員落選のタイミングで枝野さんが、まあ、いや救命ボートみたいなものを作って、はい、選挙互助会として、はい、枝野さんが、まあ、立ち上げた党ですよね。そうですね。はいはい。いや、あの、枝野さんが作った救命ボートみたいな党なんで、はい、で、はい、これだから普通の党みたいにトップが変わってどうのこうのっていうような感じの党でもなかろうと思うんですけどね、むしろ。うん、でも立憲民主党ももう野党第一党で、まあ、野党全体をまとめる立場にあるわけですよね。はい、で、その中で、いわゆる、枝野さんの個人焦点から脱却していかないと、日本の政界における野党第一党が育たないですよね。で、育つっていうのは、ある程度、保守票から真ん中あたりの票が取れる政党に、立憲民主党が変わっていかなければ、
いつまでたっても野党は今の状況のままだと思いますね。いや、そうなんだけども、今回もやっぱり小選挙区においては、はい、やっぱり野党がバラバラだと戦えないと、はい、自民党対野党という1対1の構図に持っていくためには、野党を一本化しなきゃいけない、そうです、この方針は間違いないじゃないと思うんですが、はい、だからといってその結果としてですよ、かなり思想的には左の方であるところの共産と組むという、はい、これもまさに選挙互助会の面目躍如みたいなところがあって、はい、で選挙互助会議である限りは、政権とってうちの党はこういう政策をしますっていうのを前面に出して、はい、二大政党制になっていかないんじゃないのかっていう気がするんですが、その通りだと思う反面、そこに留まってると、今の政治状況が続いてしまうんで、はい、そこをなんとか変えていかなきゃいけない。維新はそれなりの存在感を示したんですけれども、やっぱり大阪中心なんで、今のところそうですね、もっと全国規模でそういう政党が出てこなきゃいけないんだろうなと思います。維新もでも、まあ、今回大勝しましたけど、ただ前々回に比べるとだいぶ、前回が11、はい、2017年が、2014年が41なんです。41、あ、今回と同じだけ取ってるんですか。そうです。で、その前、初めて国政選挙を戦った2012年は54なんですね。はい、なるほど。だから、維新は、こう、新聞は躍進って書いてるんですけども、僕は復調だと思うんですね。今の数字を見る限り間違いなくそうですね。まあ、原点の時ぐらいまで戻りつつあるということなんで、うん、ここからさらに、自民党と、まあ、対抗して小選挙区で戦っていけるだけの政党になるかっていうと、まあ、大阪では強力ですけども、はい、それ以外だとなかなか薄い影は薄い感じですか。41議席のうち、小選挙区で通ってるのは16議席なんですね。で16議席のうち大阪以外は1議席なんです、はあ、兵庫の6区ですね、で15議席は大阪で取っていて、大阪の19選挙区のうち15選挙区で勝ったと、はい、だから大阪で躍進したんです、で比例代表増えてるところは北陸信越とか、四国で取れてるのが目新しいんですけれども、それはおそらく立憲共産党には投票したくない、自民党にも投票したくないっていう人たちが、はい、どこに投票していいかってなくて、まあそこに維新がいたというぐらいの問題だと思うんですね。今後しかしこれ選挙を受けて日本の政治はどうなっていくんですか。まあ、岸田政権は強くなる。で、そういう意味では政治は安定している。で、岸田さんが何をやっていくかという問題を別にすれば、次の総選挙までは政権交代はないわけですから、来年夏に参議院選挙があっても、で、やっぱり岸田さんが何をやっていくかという方に、やっぱり、かかっているんだろうと思いますね。一応これ参考のために言っときましょうか。昨日の番組なんですが、そもそも冒頭の話ですけども、なんでメディア各局こんなに各社出口調査間違っちゃったんですかね今回。これ出口だから本人に直接聞いてるわけですよね、投票所の前にいて、でただ考えられるのは、夕方以降投票した人たちまでは補足してないんですよね。そうですね。ね、はい、だいたい3時か4時ぐらいで、引き上げてきて、で、それでそれを集計してるわけですけれども。だけど、まあ、昨日で言うと、なんかその選挙の終盤に何かのスキャンダルが出たとか、大きく世論を動かすような何かが起きたとかっていうことは、昨日に関してはないですよね。ないです。うん、それでね、テレビ各局の視聴率っていうやつが出てましてね。ああ、そうですかね。はい。視聴率が出てるんですが、まあ、いつもそうですけど、ダントツは NHK です。NHK が平均で17.7、午後7時からずっと、うん。だけどね、これなかなか難しいのはね、これ視聴率って平均視聴率なんですよ、うん。例えば7時から8時で平均取るのか、7時から9時で平均取るのか、8時から10時まで平均取るのかで、数字全く変わってくるんで、うんうんうん、ここざーっと数字が並んでるんですが、ぶっちゃけ言うと TBS 以外はほぼ互角で 7% 台ですね。TBS は突出していいんですか？ TBS だけ突出して悪いんです。
あ、そうですか。まあ、突出して悪いって言っても平均視聴率で1から2ぐらいのパーセンテージですが、他が7、8ぐらいなのが TBS だけ6台とかってそのぐらいのレベルですけども、田崎さんみたいなお立場の方はどこの選挙特番みたいなものを注目されるんですか。いや、一つは、ね、NHK を中心に見ていて、でも総理が順次民放に出演されるんで、はい、その度にザッピングしながら総理の発言を追っかけてました、ね、まさにそれでね、みんな見てる人は NHK をベースに昔からの伝統で、特番見るわけですよ、それで飽きてくるとザッピングするんですね、だから平準化するんですあ、そうか、だから誰がやってると関係なくて、ほぼ同じ視聴率になるんだけど、なぜか昨日に関して言うと TBS だけが突出して落ちてるっていうところはありますけど、これはまあそれ以上は言いません。田崎さん、誰が一番やってたんでしたっけあれ？え？誰がやられてたんでしたっけ？爆問の田中さん。はい、あ、太田さん。太田さんか。ごめんなさい、見てないのがバレちゃった。はい、いや別に太田さんのせいじゃないと思いますよ、はい、そうですね、分かんないです、それ何のせいか知りません、はい、そこまで言うつもりはありません、はい、ちょっとまた掘り下げにいらしてください、はい、お待ちしております。はい、ありがとうございます。もうほとんど毎週来ていただけるとありがたいんですいや今も助かりますけれどもありがとうございました。ジャーナリストの田崎史郎さんでした。すさあ、ここで毎年ご好評をいただいております日本放送アナウンサーカレンダーのご案内、今年もね販売いたします。来年2022年版の通信販売がねもう始まっております。で、今回はですね、日本放送のあるこの有楽町とか丸の内日比谷などで2年ぶりのねロケをしたんです。去年はねちょっとねコロナの関係であまり出歩けなかったんですけれども。へえ、そう、そうなんですか。そう、ご近所でパシャパシャやってますんで。松山さやかさん、表紙のセンターに復帰です去年一瞬センターではなくてセンターの隣になったんですけども、今年のカレンダーは7人いらっしゃるうちの真ん中ということで、ドセンター、ね、そして月の並びも8月8月ですから、皆さん当然ね、あんな写真やこんな写真もあるわけで、あんな写真やこんな写真やそんな写真もぜひこう期待していただいて、そうなんですよ。で、8月だけじゃなくてですね、12月にもご登場されてます。あ、そうです。12月のね、クリスマスツリーの横にいらっしゃる松山さやかさんがですね、含みがありますね、本当に少女のような可愛らしいをたたえてらっしゃいまして、そういうふうにこれは皆さん想像してご覧お求めになる価値があります。はい、日本放送アナウンサーカレンダー2022、役落としにもなると思いますそうですね、あと悪魔が寄ってこないとかね、一部税込み2100円、こちらに送料代引き手数料別途かかります。で、お電話でのお申し込みは日本放送カレンダー係 0570-07-1242 0570-07-1242、平日の朝10時から夕方5時までお受けしております。で、パソコンスマートフォンからは日本放送アナウンサーカレンダーのホームページにある案内に沿って進んでください。こちらは代引き、クレジットカード、コンビニ払いなどご利用いただけます。詳しいことはホームページご覧になってください。ぜひ今年もよろしくお願いいたします。ということで、メールご紹介していきます。はい、ありがとうございます。栃木県真岡市の滝さんですね。昨日初めて出口調査を受けました。某 A 新聞社で、A 新聞社、 A 新聞社、年代、性別、どの政党に入れたかなどの質問でタブレットでの回答をするタイプでした。なるほど。家族3人で行って私のみに声をかけられました。あ、そうなんです。だからね、そうなんです、バランス見て、だいたい本社から指示されるわけですよ、そこの投票所では、何歳ぐらいの人が何人、何歳ぐらいの人が何人って指示されるんですね、その指示に合った年代層の、性別で、こう聞くわけですよ。だから一家族行っても全員聞かないんですね。なるほど、はい、で、これタブレットで回答ってことは音声に出して何々党とかそういうの言わなくていいってことなんですかね。いや、今各社どうやってるか分かりませんが、ね、昔ながら喋ってもらってそれを紙に記入してるところもあるんじゃないかと思いますが、ね、今もそうか、全部オンラインなのかな、そういう時代です ね、はい、でしょう。それからターちゃんさん、神奈川県にお住まいの方、はい、辛坊さんツイッターで選挙に関する、話をたくさん投稿していて、太平洋横断後も政治に吠えてくれて安心しました。特に公約は言ったもん勝ちという話は確かになと思いました。もうちょっと厳しい調子で書いてですね、この言葉を使うと多分ネットで新聞も引き
きにくいだろうなと思うから、わざとちょっとあの柔らかくして違う言葉に変えてわざわざやってんのにどこも取り上げてくれないという。まあそういうもんですか。すごく不満だなこれ。さあご意見はズームアットマーク1242.com、ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。11月1日月曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。日本放送の増山さやかです。メッセージいただいてます。ありがとうございます。埼玉県のココさん、はい、選挙特番について投票日の夜全局で選挙特番ってやらなきゃいけないものなんでしょうか。開票がすべて終わった時点で結果発表しますって発表すればよくないですか。一晩一日くらい待てばいいと思うんですけど。で、投票後にじゃなくて公示後にどんな人が立候補しているのかを大々的にやってほしいと思うんですけど、どこの誰だか何をしてきた人なのか紹介してくれたら、どの人に投票すればいいかを考えて投票にも行こうという人も増えるのではと思います。そんなことないでしょうかと。 100% 正論ですねえ、はい、でもまあそうはいかない事情っていうもんが大人の事情がね。でもこの番組でも何回も申し上げてますけど、まあいろいろあるわけです。ほにほにほにおっしゃる通り、おっしゃる通り、はい、それからこの時間でですね、ズームオンミュージックリクエスト、ラジオを聞きのあなたが聞きたい曲。今日なんか私がリクエストするタイミングがなかったの。そうですよ、だからご紹介しますよ。ウィンタースさん、東京都の方、はい、毎回ポッドキャストで拝聴していますが、今日は生で聞けておりリクエストします。ありがとうございます。なかなかリクエストの採用がされないですが、懲りずによってそんな言われてるじゃないですか。いやいやいや、それは偏見です。でリクエスト曲が桑田佳祐さんの炎の聖歌隊をリクエストします。なんでですか。理由がね書いてない。あ、辛坊さんと同い年ですって書いてあるだけだ。あ、なるほど。はい、はい、ありがとうございます。それから、はい、三橋のマイケルさん、埼玉市の方、はいはい、V6 の輪になって踊ろうリクエストします。あ、はいはい、ね、残念ながら V6 今日解散します。辛坊さん、 V6 との思い出何かありますか。岡田純一さんが平パー、うんうん、平方パーク、これね多分 ね事務所的には微妙になったと思いますよ。あの平方パークっていう遊園地が地元にあるんですが、はいはい、うん、この平方パークを宣伝する宣伝隊の隊長みたいなのを、平パーを、うん、おじさんとか平パーお兄さんとか言うんですが、うん、岡田純一さんはいろんな仮装してその平パー兄さんをやってくれてるんですけど、はい、あれ事務所的に OK なのかな。お仕事で出てるだから自分ご自身のご出身の地域だから、まあ地元に ねのためにっていうんでやってらっしゃるんじゃないのかなと思いますけどね。決めました。はい、今日まだまだ、あ、そうです。神奈川県のよっちゃんさん、今日から11月ということで冬ソング冬が始まるよ、牧原のりゆきさん。牧、それから杉並区の桜海老太郎さん、14歳。昨日の選挙はマスコミ各社からすると予想外だったとのことから、ほうほう、こんなはずじゃなかったよねという歌い出しの田原俊彦、悲しみトゥーヤングをリクエストします。皆さんいろいろ考えてますね。今いろいろ曲が並んだんですけども、はい、唯一私の頭の中にタイトルが残ってるのが輪になって踊ろうだけなので、ちょっと見てちゃんと どうしますか。もうあの V6 の輪になって踊ろうで、うん、まあね、はい、今日がね、今日で解散ですか。と、ね、今日で解散。そうなんです。なんかジャニーズ解散相次いでます。スマップもなくなってますよね。もうそれはとっくです。嵐もなくなってますよね。そう、まあ、あの解散はないよね。解散はしてないんだ。休止に向けてのカウントダウンか。まあお休みをするっていう感じですかね。そうなんですよ、こういうの表現が微妙だからね、うん、適当なこと言うと必ずクレームくるんですけど、 その辺忖度してください。まあ、おじさんが適当なこと言ってるだけですから、ね、正しい表現が何かは教えてくださいね。ということで、はい、V6 でお願いします。はい、じゃあ V6 の輪になって踊ろうです。だいたいね5時28分頃にお送りします。今日は月曜日ですので5分延長5時35分までお送りしますんでね、ご了承ください。さあラジオの前のあなたからのご意見24時間お受けしております。いや今ご了承くださいっていうのはみんな辛坊さんに向けてね、こうお願いしたっていうところもありました。そうなんですか。ついてね、いやぼーっと聞いてた。労働強化だ。ご意見24時間
お受けしています。明日の4時台のコメンテーターは元日本テレビの政治部記者で現在フリーの政治ジャーナリストの青山和弘さんです。あ、なんかすごい私お懐かしいわ。あ、そうですか、以前は、はい、お懐かしいです、はい、青山さんの質問なんかもお待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでメッセージお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。新500円硬貨が今日から流通開始。今日11月1日から21年ぶりとなる新たなデザインの500円硬貨の流通が始まりました。新しい500円硬貨には3種類の金属を組み合わせた2色3層構造が採用され、一部だけ幅や形を変えた斜めギザや微細文字加工など様々な偽造防止技術が導入されています。今年度は2億枚発行し、今後徐々に流通量を増やす予定です。今日から新しい500円の流通が始まったと言っても、そう簡単に手に入らないと思います。はい、まあ、発行枚数から見てしばらく経たないと。でもこれね、見た瞬間にわかりますから、今までの500円玉と違うのは、はい、あの、直径同じなんですけど、うん、周りが金色に近いのかな、金色っぽい。で、内側が、これ2色になってて、同心円の2色っていう硬貨は、世界的にはそんなに珍しくないっていうかね、はい、確かユーロの硬貨にも同じようなデザインで、周りが金で真ん中がっていうのが、確か私も何枚か持ってますけども、うんうん、今回500円玉に採用されたということで、500円玉って、どうですかね、私の人生を振り返るとですね、はい、500円硬貨が出たのが1982年なんですよ。だから私が就職した後で、500円硬貨の方が歴史は長いんですが、でもね、500円と聞いた瞬間にはやっぱり500円札なんですね。まあ、岩倉智美の500円札って、はい、これ増山さんもそうじゃありませんか。今の若い人で多分ね、500円札とか100円札、うん、板垣退助とか、特に100円札は知らない。あれちょっとそこで線引くのやめてもらえます？引きましたよ、今。いや、本当に。あの、100円札の板垣大輔っていうのがあってですね、これがまあ大体ボロボロのしわくちゃになってて。100円札の板垣大輔、500円札の岩倉智美、うん。確かね、岩倉智美の500円札は1990年代にまで流通は普通に、流通っていう意味では、あの、日銀券ってやつは有効期限がありませんので、今でもあの、100円札でも500円札でも、はい、もっと前のやつでも普通その額面の価格で使えるんですが、うんうんうん、硬貨って、だから500円の硬貨が出た時に、すごいインフレだったんです。インフレがひどい時で、はい、ああ、500円ってなんかお札っていうイメージだったのが、500円が硬貨になった時にすっごい衝撃で、500円が硬貨かよみたいな、硬貨って言うとなんかお札より価値が低いものっていうイメージがありましたから、だから1980年代に500円の硬貨が出た時には、インフレ進んできたんだなっていう、なんかそういう思いをね、深めた思い出がありますが、これね、割とすぐに、多分ね、で、割とすぐ、20年も経たないうちに、新しいのに取って変わったんですよ。で、旧の500円玉っていうのが、今流通してるのが2代目なんです。だから初代じゃないんです。あ、じゃあ今回3回目ぐらい。3代目です。今回、今日から流通が始まるのが3代目で、はい、2代目に変わった理由はですね、これ私鮮明に覚えてるんです。はい、初代の500円玉には大きな欠陥があったのか、後でそういう欠陥が生じてしまったのか微妙なんですが、韓国のですね、はい、500ウォン硬貨っていうのと、直径と素材が同じだったんですよ。なんかそんな話ありましたね。だから自販機かなんか使うとってね。まさにそうなんです。でね、重さが実は韓国の500ウォンの方がちょっと重かったんです。で、ここが問題で、で、価値はですね、当時500円と500ウォンの価値は10倍ありましたから。だから日本で言うと50円硬貨ぐらいの値打ちしかない500ウォン硬貨を韓国から持ってきて、それで、ドリルでちょっと穴開けるだけなんですよ。ウォンの方が重いんで、ドリルで穴開けてちょっと軽くしたら、じゃあね、自販機ってどういうふうに認識してるかというと、直径と重さと電気抵抗なんです。ね。で、韓国の500ウォンの硬貨と、日本の500円の硬貨は、直径が同じ 26.5 ミリで、26.5 ミリ。
だから2センチ 6.5 ミリ26.5 ミリで直径が同じなんです、うん、それで素材が同じ白銅って言ってですね、銅とニッケルの合金なんです、同じ電気抵抗なんです。でなおかつ重さがウォンの方が若干重いんで、削ったら同じ直径で同じ素材で同じ重さのものが簡単にできるんですね、で人間相手だと、見たらウォンって書いてありますから、まあ、ウォンって書いてるから、まあまあでもね、暗闇で見ると分かんないさ。でもまあまあ、でもまあ見りゃ分かります、だけど自販機は今言った3つの要素でしか、検査してなかったんで、そういう自販機にこれを入れてですね、で今の自販機と当時の自販機は違うのは、はい、まあ、今の自販機でもそういう自販機があるのかもしれませんが、今効果入れて間違った効果とか入れてそのまま戻ってくるじゃないですか、出ますね、で当時の自販機って500円の代わりに500円入れますね、それで払い戻しを押すと別のところの500円が戻ってきたんです、だから500ウォンで、それはまあドリンク買ってお釣りを摂取するっていうこともできます、できましたけど、それよりも手っ取り早いのが500円を自販機に入れて払い戻しのボタンを押すと500円申請500円効果が出てきたんです。ジュースを取っちゃうんじゃなくてね、これが日本国中の自販機で多発して、まずいよこれ500円そうですよ、元50円にドリルで穴開けただけで、これ大量にこの500円盗まれちゃうのまずいよねって話になって、何をしたかというと直径は同じなんだけれども、まず素材を変えたんです。素材を変えると電気抵抗変わりますから、で確かね、重さもなんか変えたかもしれないですけど、まあまあ一番大きな違いは素材変えたんで、そうするとまあ自販機は電気抵抗ですぐ違うっていうふうに見抜けるんで、でそれで今の500円で、それが長いこと流通してたんですが、まあ、今回21年ぶりにはまあ偽造防止ということもあるんですけども、もう20年も経ってるからそろそろなっていうこともあるんじゃないかと思いますよ。でね、硬貨って昔から意外と偽造、江戸時代の小判はたくさん偽造されましたけど、今の硬貨ってそんなに偽造出回らないですよね、なんでかっていうと、経済的に偽造しても割に合わないんですよ。硬貨だと ね、例えば10円玉作るのにコスト10円以上かかるんじゃ、これいくら偽造したってペイしないんですが、ただ500円の場合は原価の金属の値段よりはるかに高いですから、だから500円は偽造されると、偽造すると儲けが出るって、そういう言い方をするのは良くないな。そうですね。偽造してはいけません。そうですね、当たり前です。当たり前です、はい。で、偽造される可能性があるんで、今の500円硬貨でもかなりの技術がないと偽造できないっていうクオリティなんですが、さらに、まあ、二重の二色の別の金属をこう組み合わせるっていう手法と同時に、で、ギザギザがね、昔の最初の初代の500円硬貨って覚えてますか？周りにギザギザなかったんです。ツルツルでしたっけ？あのね、500円とかなんか書いてあったんです。数字が書いてあったんです。ギザギザの代わりに横から見ると500って書いてあったんです。それが今の500円になってからギザギザが入るになるよう、入って、で、今度の500円硬貨はギザギザが幅が違うのの組み合わせになるらしいです。これはまた凝ってますね。これはね、偽造する側からにしてみりゃね、勘弁してくれのレベルだと思いますよ。だからまあ500円の価値がデフレなもんですから。だから一番最初1982年に500円硬貨出した時の500円の値打ちよりも、今の500円の値打ちの方が上がってんじゃねえのみたいな。だから500円の貯金なんてしとくと、すごい、1日500円貯めようと思ったら偉いことですけれども、貯まるとこれは結構ね、はい、重みがありますから。ずっしりとね。で、まあ、ミニ知識ですが、お札って日銀券っていうのも、お札がありますね。はい、あれね、今もうこれだけクレジットが、主流になってて、ちょっとなんか、私の周り見てても現金使わない人すごく増えてんだけど、でも私なんかの世代で言うと、現金使いたい派なもんですから、現金ペシッ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 とこういう、札束で横面をペシペシ貼るのがこう楽しみみたいなね、根性悪いことになるわけですよ。そう。相手はじゃあ、いや、ちょっとそれ受け取れませんって言えるかというと、日本国内で現金のお札の受け取りの拒否はできません。これ法律で強制通用力って言ってですね、強制的に通用させることができるんです。だからお札の受け取り拒否は基本できないんです。あ、そうなんですか？コインはどうかというと、はい、コインはこれ法律で決まってるんですが、はい、強制通用力があるのは額面の20倍までなんです。だから500円硬貨だけで買い物行った時に2万円のスーツが買えるかというと、お店の側は
勘弁してくださいよ、それ。断れるんですか？断れるんです。20倍だから、500円かける20倍だから、1万円が上限なんです。じゃあスーツを10円効果だけで買いに行けるかっていうと、3万円のスーツを10円の効果だけで買えるかっていうと、まあまあ、だけど子供さんでほら、長年貯金でね、貯金箱、豚の貯金箱に何枚も貯めて、これでなんか買いたいって言って、おもちゃ屋さんのところに行って貯金箱バーンって割って、これで売ってくれちゃいって言った時に、法律上はお店としては、僕日本には法律があって、効果の場合強制通用力は額面の20倍までだから、ね、俺ちょっとどっか銀行行って両替してきてくんないって、ひどいっていうことが法律上は言えるんですよ、はい、というようなことがね、実はそういう細かいことまで全部法律で決まってるんです。割と平でしたか、ね、私これはもう一般的なみんな知ってる常識だと思ってましたから、まさかこれで平の答えが返ってくるとは夢にも思わなかったですね。平ボタンたくさん押していただいてありがとうございました、はいはい、ということでですね、今日から流通が始まります、2億枚発行だということですから、多分当分回ってこないと思いますけれども、ちょっと注意して見といていただくと、2色刷りの2色刷りっていうか、2種類2、実際には3種類の金属を組み合わせてるらしいですが、まあ、見た目は同心円状の金色と銀色の、2色の500円硬貨がそのうち回ってくると思いますので、これ一番最初にこう財布の中に持ったら、うん、ちょっとこれ500円、うん、600円で買わへんかみたいな、関西ではそういう会話が間違いなく繰り広げられます。なるほどね、はい、ちょっと楽しみにしています。見るのズモンでした。ズモンミュージックリクエスト、お送りしているのはラジオネーム三橋のマイケルさんで、 V6 輪になって踊ろう。毎日この番組では皆さんからのリクエストをしっかりとこのコーナーでお届けしております。今日はね、かけられてよかったです。明日以降も、ぜひ私の誘導に忖度せずはまらなくて結構ですから、もう聞きたいと思う曲をリクエストしていただいたら結構でございますが、ぜひね、まあ、V6 もね、もう解散なの、解散なんです。 V6 は私もね、6年前かな、ミュージックソンでご一緒させていただいて、まあ、一緒にこう盲導犬の取材に行ったりね、いろいろしたんですけれど、6人の方全員で、まず取材はね、三宅健さんとかと一緒に行ったんですが、非常にね、皆さん気配りできてね、私やっぱ同じ大阪の地元の岡田純一さんのファンでね、割とね、私、まあ、洋楽系を毎週金曜日のロードショーで見に行くこと多いんですが、はいはい、岡田純一さんの出てる映画は、日本の映画でもほとんど見てますね。ザ・ファブルとかね、面白かったですよ。硫黄島からの手紙にも出てらした。あれ、また適当なこと言って、硫黄島はね、二宮さんですね。ちょっと混同してますね。適当なこと言うなよ。岡田純一さんのファンだって言ってて、ね、それニノじゃんみたいな、今そうツッコミで、ね、ありがとうございました。突っ込んでましたけど、ね、岡田純一さん大ファンです。はい、説得力ね。そうです。そんな中、辛坊さん、ちょっとニュースが入ってまいりました。なんすか。岸田総理大臣が衆議院選挙の小選挙区で敗北し、辞任する意向を固めた甘利明幹事長の、今の日本語、なんか岸田総理大臣が選挙で落ちたみたいな言語じゃん、それ。そうですね、読み方ですね。岸田さんは落ちてません、はい、そうです。で、甘利明幹事長の後任にですね、小選挙区で起こって復活当選したと。やっぱり同じ衆議院議員でもね、小選挙区で勝ち上がってきた人と復活当選組では ね、国会議員としての、まあ、身分は同じですけれども、なんか内輪の身分は全く違うんですね、これが。で、その甘利さんの後任に茂木敏充外務大臣を当てる方向で検討に入ったと。はい、で、まあ、与党はね、そんなに負けたという印象がないんだけど、こうやって、まあ、大きな人事異動があります。野党の側はさ、どうするのか。今日ね、立憲の福山幹事長もなんか辞任を表明したみたいな話がありましたけども、ね、はい、今週結構そのあたり、まあ、報道も忙しくなりそうだなという感じがいたします。今週いろいろね、ニュースがありましてね、はい、明日映画を短く編集して公開、 YouTube で公開した、ね、はい、これファースト映画ってのは初めて聞きました。ファストフードとかさ、あー、ファスト映画って言うんだ、そういうのと思って、ね、それの明日判決が出るんですか。そうです、そうです、はい、またこれ、詳しくお伝えしてまいります。いきましょう、はい、さあ、お聞きの日本放送、この後小島夏子さん、お帰りなさい。明日の朝6時からの飯田浩司の OK コージーアップは、自由民主党参議院議員で作家の青山
山茂春さん6時台からご登場です。でこのズームそこまで言うか午後3時半からはゲスト元日本テレビの政治部記者で現在フリーの政治ジャーナリスト青山和弘さんお招きいたします。飯田君の方は青山茂春さん、あ本当だ、こちらは青山和弘さん、青山だ別人です。人間至る所生産あり、はい、何を言ってんだか。ここまでの相手は辛坊治郎と増山さやかでした。明日も聞いてちょ